寒い寒い。早く戻ってこないかな。うるせえよ水月、黙ってじっとしてろ。カリン、そういう君だってさっきから世話しないよね。これはあれだ、暇だから運動してるだけだ。運動って。しかし遅いね。あいつまさか僕たちを置いて帰っちゃったんじゃないだろうね。それはないだろう。ここで俺たちを置いていく利点が奴にあると思えない。ていうか姿形があれだけ怪しいのも珍しいよね。馬鹿正直についてきてよかったのかな。ねえサスケ。五影階段。ああ、五影が一堂に集う会合が鉄の国で開かれる。で、その情報が俺にとって何の得になる。団蔵、その参加者のうちの一人がお前の兄イタチを陥れた首謀者の一人。もっとも今では六代目火影を名乗っているらしいがな。団蔵。サスケ、鉄の国に向かうというのなら案内役をくれてやろう。ゼツ。なに。サスケを五影階段の場まで案内してやれ。了解。戻ってきたようだ。ごめん、ちょっと遅れたかな。ちょっとじゃねえよ、おかげで凍え死ぬところだっただろうが、バカ野郎。あ、やっぱり寒かったんだ。おお。それで、どうだった。さすが五影階段の会場だね。なかなかの警備だったよ。え、それじゃあ会場に侵入するなんて無理なんじゃないの。いや、どんなに強固な壁も必ず穴はあるものさ。ついてきな、裏口まで案内するからさ。行くぞ。